Thank you.
この資料どうしますか？キャビネットに戻しといて。キャビネットのどこですか？上の右の扉を開けて、棚の一番下。わかりました。右の一番下ですね。会議の準備はどうしますか？アリさんは部屋のセッティング、西村さんは資料の準備をお願いします。アリさんは部屋の机をコの字に並べて、それからパソコンとプロジェクターを準備してください。西村さんは資料を人数分コピーして、机の上に一部ずつ並べてください。飲み物は用意しますか？それは外のお店に頼んだからいいです。1。はい、北浦和フーズです。もしもし、アニサです。ああ、アニサさん。すみません、家に財布を忘れました。これから取りに帰ります。それで少し遅れます。ああ、わかりました。おはようございます。遅くなって申し訳ありません。4。日本語の勉強はどうですか？まあまあです。まあまあ？私は日本語の発音が苦手です。ベトナム語と全然違いますから。そうなんですか。でも、漢字は面白いです。たくさん覚えたいです。そうですか。1。すみません。加藤さんいますか？加藤さん？ああ、あそこにいますよ。どの人ですか？ほら、あそこでコピーをしてる人です。ああ、わかりました。ありがとうございます。3。こちらの野菜の天ぷらはつゆにつけて食べてください。エビはつゆにつけないで塩をかけて食べてください。はい。ユリアさん、ちょっといいですか？はい。今、日本語の教室に行っていますか？はい。元町公民館の日本語教室で勉強しています。私も、もっと日本語を勉強したいんですが、クラスはどうですか？楽しいですよ。週に何回ありますか？私のクラスは、週に1回です。火曜日の夜です。何時からですか？7時から8時半です。土曜日の午前のクラスもありますよ。いくらですか？ただです。でも、教科書は自分で買います。そうですか。先生はどんな先生ですか？いろいろな先生がいます。みんな親切ですよ。4。健康のために何か気をつけていますか？はい、できるだけ運動するようにしています。ジムに行ったり、ウォーキングしたりしています。すごいですね。それと、お酒を飲みすぎないようにしています。なるほど。
これは何ですか？茶碗蒸し、卵の料理です。プリンに似てますけど、甘くなくて美味しいですよ。だしを使います。だし？まあ、日本のスープかな。へえ、中に何が入ってますか？鶏肉とかエビとかキノコとかが入ってます。時々銀杏も入れますよ。ああ、いい匂い。いただきます。味は薄くないですか？美味しいです。よかった。その帽子、あったかそうだね。いいでしょう。これはモンゴルの帽子です。へえ、モンゴルから持ってきたの？いえ、日本でネットで買ったんです。おしゃれだね。3、久保田さん、具合が悪そうですね。大丈夫ですか？肩が凝って頭が痛いのよ。そうですか。温かい飲み物を飲むといいですよ。コーヒーとかお茶とか。そう。じゃあちょっとコーヒー買ってくる。4、町役場から野菜の販売会についてお知らせします。明日7月28日日曜日午前8時30分から青空広場において地元の農家が生産した新鮮な夏野菜の販売会が行われます。皆様のご来場をお待ちしています。